ジビルチャルトゥンは、メキシコのユカタン州にある、マヤ遺跡。先古天気から、スペイン人の到来までの長い歴史を持つ、ジビルチャルトゥンとも呼ばれる。建造物44ジビルチャルトゥンは、州都メディダの北に位置し、メキシコ湾の海岸から20キロメートルほど南に、入ったところにある。海岸近くで声援を行うことができ、かつ農業も可能な立地を選んだと考えられる。 形成期から定住が始まり、スペイン人の到来までの長期にわたって使用された。主要な建造物の多くは古典気後期のものだが、ご古典気にもスペイン人の到来まで古い建築を再利用したり、新しい建物を建てたりした。ジビルチャルトゥン遺跡はセノーテを中心にしている。中に沈んでいた瓦原家、人骨などのものから判断すると、このセノーテは、 水の供給のみならず、重要な信仰の場所でもあった。瀬能手とその東の大広場の周囲の約50ヘクタールほどに人口が集中していた。大広場の建造物は時代による思想の変化を反映する。先古天気後期の土器に始まり、古典気後期の石碑、五古,古典気の羽毛の蛇、16世紀にフランシスコ海によって建てられたキリスト教会の遺跡がある。 南側の建造物44は120メートルの長さがあり、35の入り口を持つ巨大な建物で共同体のための建物と考えられている。東側の建造物42の発掘中に王を仮装した壺が発見された。共に出土した鹿の骨には、コラム UKUW という王の名が文章文字と共に記されていた。 同じ欧米は840年の石碑19にも出現する。大広場から3つの包み道によって 1km ほど離れた東、南、西の建造物グループにつながっている。1950年から1965年にかけて、トュレーン大学によって、東の7つの人形の神殿と呼ばれる建造物の発掘が行われ、地図が作られた。 この神殿は後世に作られたピラミッドの下にあった建物で太陽の神殿と考えられる。ありがとうございます。